With You Radio Time。 はい、時刻は6時を回りました。2019年1月23日水曜日、 With You Radio Time のお時間です。今日も生放送でお届けいたします。パーソナリティはヨギナオとギキサーのキャンです。皆さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というか、先週あの番組のエンディングに寒くなってほしいなと思ってキロロの冬の歌をかけてもらったんだけど、寒くなったね、本当に、ね、寒くなりましたね。なんでしょう私。いやー、もうやっと僕の服装がみんなにおかしいって言われなくなりました、ね、そうそう、今日キャンさんなんか大きめのファーっていうの、モコモコがついたフード、はいね、やって、今日は違和感ないです。よっしゃー。そうそうそう。いつもはね、キャサそんな寒いみたいな、はい。よく言われます。あるけど、今日は、それなりの服装で、はい、そう。なんで、今日14度ぐらいまで下がるのかな、下がったのかな、な感じなんですけど、沖縄もだいぶ寒くなったので、ね、やっぱり乾燥も、まあ、県外よりはまあ全然いいんですけど、やっぱり若干ね、乾燥も気になるところなので、うん、まあ、もう毎週言ってますが、インフルエンザね、そうですね、大流行しているので、もうその辺皆さん本当にくれぐれも、風邪には気をつけてください。だいぶ私も風邪ひかなくなったな。そう、もう、なんだろう、ラジオを毎週やるっていう、まあ気持ちもそうなんだけど、ちょっとその辺でケアを怠らないようにしてるっていう。そうですよね。そうそう、僕も1年半ぐらいすごいすこぶり調子がいいですね。なんかやっぱり意識と、あとね、私今薬膳もやって、あと甘麹も飲んでいるので、だいぶ潤っています。乾燥がないです、お肌の乾燥も。その辺はだいぶいいと思うので、ぜひ薬膳についても私ちょこちょこ配信してるので、皆さん、私ただのユンタクだけではないので、ぜひ私のフェイスブックも見てもらえればと思います。はい、この放送はですね、ツイキャス、あと YouTube ライブでも、動画の配信もしておりますので、ぜひ、映像でもお楽しみいただければと思います。コメントもお待ちしております。あとメールですね、メールアドレスが797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。メールもお待ちしておりますので、ぜひ、メールもツイキャスのコメントもいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、私の With You Radio Time のスポンサーさんでもある、ウォーキング沖縄のライターさんが出てくれる月に日になっておりますので、また後ほど、いろいろ今日は野球のお話をやっていきたいと思いますので、ぜひね、ラジオ車で聞いてる方とか、野球好きな方、なんだよってツッコミ入れながら聞いてもらえればと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、この番組はプライムコンセプトが運営する沖縄の観光まとめサイト、ウォーキング沖縄の提供でお送りいたします。はい、ぜひ6時55分までよろしくお付き合いください。ではここでオープニングナンバーいきましょう。安室奈美恵で How do you feel now?なんかいろいろ出てくるね。でもシャクユミコ久しぶりに聞いた。大丈夫です。多分これだったら見えるかな。なんかそうは。どこだ？カメラが。ちょっとカメラ調整しましょう。お願いします。これで見えるかな。あ、見えてる、大丈夫。ありがとうございます。ちょっと引きんでいきましょうね。お好きさん、シャクユミカさん、シャクユミカさん、確かに聞いた。なんか確かに、なんか目がたまに言われたことね。そうか、いいとこついてる。ありがとうございます。ちょっと
とだけ失礼します。はーい。オープニングがノリノリで。ツイキャスの計13人の閲覧8とかってどっちが賞味？賞味って何対何みたいな出るでしょ。あ、今見てる人数と計って何？計は要は出たり入ったりです。おなので一旦入った賞を全部カウントしてる。なるほどなるほど、そういうことね。あ、逆出るといいんだね。そうですそうです。だからリアルタイムで見てるのが少ない方の人数ですね。うん、付けも増えてる。なんか、今日はベスターズだぞ。はい、ベスターズ。でも考えたらブルーだからベスターズ。そうなんですよね。大きい大きい名前。そうなんですよね。そうね、でよしでいいですか。多分、キャンプが始まったら、私たちは制服が多分ベスターズのユニフォームになると思うので。そうですね、じゃあ私も、はい、私の推しメンの背番号で来ます。ラミちゃんどうしよう。ラミちゃんどうしよう。ラミちゃんも多分監督の番号があります。あります。交流会って今からだったかな。沖縄尺由美子さんは彼氏さんいるのですかってここで聞く。ここで聞くですね。そこはどうしましょう。シークレット。シークレットで。シークレットです。うふふ、うふふ。情報欲しいなら私経由だよね。ポインしますから。ありがとう。今日ツイキャスね、切れないようにできるかな、できるかなって。今日 YouTube 配信も一応できてるの？一応やってはいるんですけど、なんかできてなさそうですね。YouTube ね、そうか、さっきだから YouTube ライブって言ったけど、ツイキャスを YouTube ライブに上げるってことだよね、今日はね。はい、テスト配信中っていう1時間前ので終わってるね。じゃあ配信は今行ってはいます。そうなんだ。今生が出てこない。そうですね、ライブが出てきてないですね。そうか、しょうがない。じゃあ録画もしているので、この動画を使えばするはずなんですけど、一応念のため、ツイキャスの動画を今日は撮ります。ですよね。そんなに拍手まで。じゃあ、レネのこちらで操作します。はい。ちょっと音量小さくない。もう一枚でどうなのって書いてある。2枚、ありがとうございます。今コイン2枚ですね。コイン5枚いけるんかないけるんかなって。最近ちょっと私コインやってなかったので、じゃあ私もコイン1枚入れます。お願いします。どういう投げ銭のシステムで、ね、彼氏情報聞きたい。あ、今私協力してる。あ、すごい。
回りました。 With You Radio Time FM ギノワンから生放送でお届けしております。今日はですね、この番組のスポンサーでありますプライムコンセプトが運営する沖縄の観光まとめサイトウォーキング沖縄からライターのリエさんが、来ていただいております。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうそうそう、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます、ね、そう、もうなんか2回目ですね2回目ですね、ドキドキのそう、リエさん的にはまあ3回目なんですけど、うん、ドキドキの今日の2回目あの、はい、皆さん覚えてますか、前回は1月9日あの1月のね、はい、最初に、放送した、知識ゼロ OL がベイスターズファンになるまでという企画です。それの、はい、今日は第2弾ですね。そうです ね, ね、そう、あの第1回目は推しメンを推しメンを決めましたね。決めましたね、はい、なんかいろいろ見たんですが、なんだろう、私やっぱ監督なんだろう、あの選手時代から見てるからか、はい、なんか他に行けないごめんなさい、何気に一途なんでとか言って一途なんで、はい、そう、すいません、ラミちゃんでお願いします。いえいえ、ラミちゃん、そうそう、ラミちゃんで、はい、リエさんが、はい、上里さん、上里さん、はい、沖縄出身の選手ですね、と、ね、いうことで、はい、もういよいよキャンプも、はい、迫って、まあ、自主練とかね、はい、あのされる選手は入っているかと思いますが、うん、はい、今日はそのいろいろ気になるキャンプ情報、ね、はい、の第2弾ということで、キャンプ直前スペシャル、はい、2019年春季キャンプを楽しむ5つのポイントです。はい、ポイントを紹介していきます。お願いします。はい、ではまずポイント1でございます、はい、やっぱりお気に入りの選手の練習を見学、ね、日程&場所について確認するのがポイントの1番となっております、うん、もう私推しメン上里くん、ぜひ生で見たいと思っております。ですよね、やっぱり、はい、生で見たら、うん、もしかしたら、うん、もしかしたらどうするよ、ね、なんだろう、映像とか、はい、あのね、こういう写真とか画像を見てよりも、うん、生で見る方がやっぱり良かったりするじゃないですか、はい、なので今以上に、今はね、あのスタートなんで推しメン探しからやってますけど、はい、で上里選手見て、はい、あって思うかもしれないけど、はい、もしかしたらまた新たな出会いが推しメンが出てくる可能性もあると思うんですが、はい、やっぱりそれもね、はい、あのやっぱり実際に行って見るっていう醍醐味ですよね、はい、そうですね、醍醐味もう一番そこがというところだと思うんですけども、うん、今公式の、横浜 DeNA、はい、ベイスターズのサイトを確認しますと、まだ、最終的な、キャンプの概要は出てないんですね。ですね。ただ、私どももずっと見ていて、確定していることだけちょっとお伝えしたいと思います、はいはい、キャンプの期間ですね、2月の1日金曜日から2月の27日の水曜日まで、休養日があります。休養日が2月の6日水曜日、2月の12日火曜日、2月の18日月曜日、2月の22日の金曜日となっております、キャンプの場所、宜野湾市立野球場となっております。ぜひ推しメンの上里さんを見るために、ね、私出向こうと思っております。ぜひぜひ、はい、まずはね、推しメン決めたらそこから、そこからですね。なんかあれね、好きな人探すってちょっとドキドキする、ね、本当ですねなんかちょっと学生時代に戻るような感じかな、戻るような、はい、そう、さあ、まあ、あのまたポイント5まであるんでパーッといっちゃいましょう、はい、ポイント2ですね、はい、限定グッズを現地で購入、これもまたファンの醍醐味だと思うんですけども、うん、あのキャンプというのはもう本当にお祭りのような形で、うん、イベント開催地があるんですけども、グッズももちろん売られているので、私ども
ゼロから始めるということで、最初にもうサイトでグッズを確認しました。そうですよね、はい、やっぱりあの、まあ、推し面決めたら今度は外からということで外見からグッズからグッズから行こうというところで、はい、はい、ぜひあのベイスターズの、ユニフォームですね、はい、ゲットしていきたいなと思っております、ねはい、ブルーのユニフォームと、はい、あの帽子キャップ、ね、はい、なんかよく見たらギノワンのねちゃんとオリジナルであるので、はい、そうなんですよね、やっぱりそれがねキャンプ地での醍醐味ですよね。ですね、普段は購入できないのがキャンプ地ならではのコラボの、ね、コラボ商品があるので、はい、ぜひぜひ、そうですね、ゲットしなきゃ。このここでしか買えない、このキャンプの期間でしか買えないというものになっているらしいので、うん、ファンの方にはもうぜひ買っていただいて、うん、で、まあもう現地で買ってそのまま応援するときに来ちゃうというのが、うんね、醍醐味だと思ってます、はい、テンション上がりそうですねテンション上がりますよね絶対ね、はい、あのそういう外から入るっていうの、外見から入る大事です、うん、大事、はい、もうそこからね気持ちを上げていけると気持ち上げて思うので、はい、ぜひ皆さん現地でのグッズ購入、はい、よろしくお願いします。はい、ではではポイント3をいきます、はい、地元グルメを堪能する、やっぱりあの、うん、宜野湾ね、あのいらしてくれるということなので、宜野湾の、まあ、近くで美味しいもの食べたいという方いらっしゃると思いますので、うん、ぜひなんか呼び直さないですか。そう、いろいろね、あの海岸、ね、コンベンションセンターの近くとか、うん、いろいろお料理のお店もたくさんあるんですが、あの私のおすすめは、そのすぐコンベンションセンターの近くの球場の近くにあります、はい、天然温泉アロマ、まあ、はいはい、今食べ物って言ってないで温泉って思ったかもしれませんが、そこにの施設内にあるあのオーシャンエイトっていうところがあります。ここを、はい、あのランチバイキングをしていまして、はい、1200円で、まあ、バイキングなんでいろんなもの食べれるんですけど、うん、なんだろう、私が衝撃だったのが、はい、まあ、いろいろあの品数ある中でお刺身もバイキングに入っているという。お刺身、刺身です、やっぱりね、この海のそばならではなのかそう、ギノワン、そうですね、漁港マリーナ近いですからね、うん、なので、はい、あの新鮮なお刺身がバイキングでも食べれるっていうことで、結構お刺身食べました私そう、それで、はい、あのお値段が大人1200円なんですよ。なので結構お得じゃないかなって思うので、はい、ね、キャンプでこうやっていろいろ見て、はい、まあ、温泉に入って、はい、ちょっと体を温めて、うん、バイキングどうかなって思います。いかがでしょう皆さん。いいです ねもう、まあ、キャンプを見に行って感染した後にお腹もいっぱいになって、さらに体も休められるという、そうそうそう、もう一石二鳥三鳥みたいなそう、すごいいいと思います、はい、私のおすすめです。はい、ありがとうございます、はい、ではでは続きましてポイント4、はい、先ほどもご紹介ありましたキャンプ地の隣はトロピカルビーチです ねもう海、沖縄といえば 海そうそう、もう海近いので、はい、冬の沖縄の海もいいと思いますまあ海風はちょっとありますけどね、寒いかもしれないですけど、寒いと思うので、はい、ちょっとそこはねやっぱり防寒をしてください。はい、ぜひあのやっぱり海に行きたいっていう観光客、冬でも行きたいっていう方絶対いらっしゃると思うので、うん、まあ、キャンプを見つつも、うん、海も見て、でやっぱり西海岸なので夕日はすごい綺麗にね、うん、落ちる、綺麗だと思います、絶景スポットとなっているかと思いますので、おすすめです。ね、あの、はい、ここ FM 宜野湾のスタジオからも夕日が見えるので、うん、それを間近にまた見れるという、はい、結構キャンプ地としてもいい場所ですよね。いいですよね、うん、はい、そう、ぜひあの夏のための、ね、トロピカルビーチの視察っていうのも兼ねていいんじゃないでしょうか。いいと思います。そう、あの大塚健二さん、トロピカルビーチいいですよね、おデートに持ってこいっていうことでそうそう、ね、デートにも持ってこいなので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ではでは次、はい、最後ですね、ポイント5、選手からサインをゲットするにはルールがあるかもということで、こちらちょっとお調べをさせていただいたところ、ベスターズのキャンプの方は、選手がサインをしてくれるエリアがあるようです。で、このエリアで、練習が終わった後に、その日その日で選手が来て
サインを書いてくれるということなので、まあ、その時その時のスケジュールあると思うんですけども、はい、ぜひそのエリアを守ってですね、サインをゲットしていきたいと私も思っております。いいですよね、沖縄に来てサインもゲットできて本人見れるって最高です ねこういうなんかやっぱキャンプの醍醐味ですね。醍醐味です ね、はい、間近で見られるっていういいと思います。はい、サイン欲しいな、やっぱりサイン欲しいですね、うん、ラミちゃん、ラミちゃんの、私帽子キャップを買って、はい、キャップに書いてもらおうかな。あ、いいです ね、 ね、そしたらかぶれるし、はい、飾れるし、はい、そうちょっとそういうなんか何にサインを書いてもらうかっていうのもいいかもしれない。いいですね、ちょっとグッズ買いに行くときにも、ね、それを話ししながら行きたいですね。そういう感じで、はい、ぜひ皆さんキャンプの楽しみ方、はい、あの初心者の女子でもこれだけ今調べてテンション上がれるので、はい、当日が楽しみですね。楽しみです、うん、もうだっていよいよ来週ですもんね。2月、いよいよ来週なんです。あ、楽しみです。2月1日です ね、 ね、はい、うん、そう、キャンさんはちなみに推しメン推しメンですか。キャンさんの推しメン、やはりあのありきたりではありますが、はい、筒香選手でございます。筒香選手人気ですね。筒香選手はですね、はい、ホームランも打てるんですけど、はい、なんといってもヒットの打てる、はい、あの強打者ですので、はい、すごい、すごい調べてあります ね、 ね、また走りも結構できるんでね、あの体格で、はい、おすすめしたいと思います。すごいね、体格とか言われても全然浮かんでこないんだけど、はい、さすがキャンさん。じゃあ逆にそれをまた調べてみようかなって、うんうん、うん、思うので、筒香選手、筒香選手、筒香選手、はいはい、要チェックです。皆さん要チェックでございます、ね、大塚健二さん、はい、憧れの選手を間近に見れてタイミング良ければサインも素敵ってことだよね、うん、いいですよね、うん、そうそう、あ、すいませんね、ツイキャス読めてないのがありました、失礼しました。あ、まゆみさんありがとうございます。今日は朝からありがとうございましたってコメントありがとうございます。面白いですね、大塚健二さん、リエさんのことですけど、釈由美子さん行く日にキャンプ見に行かないとって、はい、あ、それもキャンプの楽しみかもしれないですね、うん、そう、私たちが応援してるね、はい、あのウォーキング沖縄のライターさんが行く日もチェックするのもいいかもしれない、はい、もしかしたら今日来てるかも、今日来てるかもって行くのも面白いかもしれないので、ぜひぜひ、はい、そういうのも ね、 ね、いいかもしれない。キャンプ地でも何かしら出会いがあるかもしれないですね。お、好きな選手も見れて、はい、うん、なんかね、あ、この選手、同じ選手が好きとか、あ、いいですね、そういう出会いもあ、結構そういうデートいいかも、キャンさん、キャンさん今いきなりキャンさんに振った。キャンさんは出会いというよりね、はい、おデートに、おデートにぜひいかがでしょうか。はい、なんかね、やっぱり、まあ、キャンプ地宜野湾では、はい、まあ、横浜 DeNA ベイスターズなんですけれども、はい、やっぱ沖縄県内あちこち、うん、もう何球団でしょう、もうめちゃめちゃあります。はい、球団来るので、はい、あのそういういろんな球団を一気に見れるってな、沖縄ぐらいだと思うんですよ。なので沖縄にね、キャンプ地のそのツアーで、はいはい、こうやって見に行って、で宜野湾だとベイスターズってことで、ぜひぜひ見てもらえるのも、はい、沖縄の楽しみ方かなって。楽冬の沖縄も楽しいということを、うん、と思います。はい、伝えれたらいいと思います。なんか昔ね、私、まあ、内地県外企業で勤めていた時に、はい、2月に、はい、出張で沖縄に来るって、東京から、はい、ホテルが取れないって言われた。キャンプでいっぱいみたいな。そうそう、まあ、はい、メディアもそうですし、うん、そうですね、でファンも来ちゃうし、ファンも来ますね、うん、ってことで、はい、もう早々なんか、はい、普通のホテルが取れないって言ってて、もうビジネスホテルもなかなか取れなくって、はい、もう民宿とか民泊とか、うん、そういうところもやっぱり使ったりとかするらしいので、はい、今ね、野球に限らず、うん、なんだっけ、バレーもとか、はいはい、あとサッカーとか、はいはい、その辺もキャンプ、ね、キャンさん入ってた、うんうん、今年はサッカー多いですよ。サッカーもね、10チーム前後ぐらい入ってやっとなると、結構競争率高いと思うので、はい、皆さんぜひね、沖縄、うん、県外からの、うん、沖
沖縄のね、はい、キャンプツアーする方は早めに早めにそうホテルの予約を、はい、ね、まあ慣れてらっしゃる方はもうすでに抑えてると思いますが、はい、と思います、はい、ぜひぜひそういうのもチェックしながら、はい、もしかしたらね野球以外のこういうキャンプも回れるっていうのも面白いですね。はい、沖縄にいながら意外とこういうことやってないかも私。あ、じゃあぜひね行かないといけないですね。はい、うん、いいと思います。大塚健二さんいつもありがとうございます。キャンプのはしごかファンにはたまらないですね。そうだよね、その応援するチームプラス他のねライバルチーム見るとかっていうのも、あ、いいですね、ね、はい、いいと思います。視察ね偵察、はい、そういう楽しみ方もあるかと思います。はい、はい、そんなに多く来ると沖縄溢れませんか、はてか溢れるぐらい来ちゃっていいですよ。来ちゃいましょう。来ちゃいましょう。ぜひぜひ冬の沖縄も楽しんでください。はい。ではでは最後に、はい、沖縄ウォーキング沖縄ライターリエのポイントを発表します。はい。キャンプ地を訪れる際の持ち物チェックということで、うん、4つ挙げたいと思います。はい。まず防寒着。寒いですね。さすがに沖縄といえど、まあさっき言いましたけど、はい、14度とか、はい、あの風がねやっぱり海沿いなので、はい、あの体感温度はもっと寒いと思います。寒いと思います。なので沖縄といえど防寒着は必須ですね。はいはい、そうですね。あと暖房がそこまでこうあの需要がなくてということで、うん、あの完備されてないこともあるので、うん、ぜひ防寒着は持ってきてください。ね、お願いします。はい。で、あとはやっぱり。あの自分の推しメンの選手を見るための双眼鏡ですね。せっかく見に行ったのに、はい、見つけられない、すごく遠くからしかということの時のためにもそうそうそう、はい、ぜひ持ってきてください。遠くからも双眼鏡だと安心ですね。はい、では続きまして、3つ目、マスク。これはですね、うん、インフルエンザが沖縄大流行しているらしくて、ね、本当に、はい、なんか小学校中学校も学級閉鎖とかされているようなので、うん、まあ、あのインフルエンザ予防ということでもマスクしてた方がいいと思います。ねね、やっぱりファン、ね、ファンの皆さんたくさんいらっしゃると思いますので、うん、はい、やっぱりうつらないためにもね、まあ、自分が風邪をひかないためにも、うん、やっぱりマスクは必須です。そうですね。そして最後、もうこれは必須と言えるでしょう。色紙とマジックペンですね。はい。もう、まあ、キャンプ地もそうなんですけど、あの下手したらあの、はい、普通に自転車乗って走ってたりとか、はい、うん、可能性ありますね。そうそうそう。あのもしかしたらあのさっき言った、うん、あの温泉アロマにもしかしたら来てるかもしれないし、裸の付き合いとかね男同士かもしれない。さすがに私たち女子は、はい、そこには行けないので、はい、行けないですけどね。あの、まあ、バイキングで、うん、そう、あのランチバイキングでも会えたらなと、はい、そうそう、はい、なのでどこで会うかわからないのでね、はい、そういうグッズは持っときましょう。はい、はい、そのようにちょっとまあリエのポイントとして挙げておきます、ね、はい、皆さんもねこうやっていろいろとなんか通な人からのコメントも欲しいですね。お、通な人、ね、ぜひあのまだまだ私たち初心者なの で、 そうです、ね、初心者というかまだ一回もキャンプ見に行ってないので初心者のまだ前です初心者マークもついてないみたいな。そうそう、これからなのであこういうことするといいよとかね、はい、でこういうなんかポイント行くと選手に会えるかもとかっていう情報があればね、はい、ぜひまたあのツイキャスでもコメントあとメールなど、はい、いただければと思います。はい、はい、もういよいよ来週からなので、はい、その辺はぜひ皆さんの情報もね、はい、欲しいかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、大塚健二さんごめんなさいね私が変なこと言ったから。お風呂入ってて選手が入浴してくるかも、それはすごいかもさっきまで練習してたのにですねでも体見たいかも見たいかもってだってね鍛えてる選手だから、ね、やっぱり見たいですよね、うん、なんだろう、この野球選手も、はい、なんかテレビで見てると、まあ、皆さん大きいからそんな違和感ないけどやっぱり一般人の中に入るとすごいね、いやとても体大きいですよ、うん、一番小さくても170センチ前後とか165とかすごいですよね、そういう世界なので、うん、って考えるとやっぱり生で
みたいですね。はい、うん、ぜひ。だから180センチでも小さく見えるらしいですね。そうなんだ。そう考えるとやっぱり生で見たいかな。はい、そうそう。大塚健二さん、お背中流したい。そうだよね。そう、裸の付き合いいいですね。あ、ナチュミンさん、お久しぶりです。ナミさんと裸の付き合いをしたい、今日この頃、こんばんは。そう、ナチュミンさんは女子だからに大丈夫です。そう、今ね、ツイキャス見てる男子だとね、どういうことって思うんですか。はい、女子のお付き合いはね、できるので。はい。はい、楽しみたいと思います。ね、なちみんさんもぜひ沖縄にね来るときはよろしくお願いします。お願いします。はい、ではこの辺でまたリクエスト曲を流していきましょうかね。今日は、リエさんのリクエスト曲ですね。はい、この歌好きです。平原彩香でジュピター。大塚健二さん、私も来るよ。何が入ってきちゃった。じゃあ、ロングヘアにして。ロングヘアにして。なちみさん、お元気ですか？寒くないですか、そちら。なちみさん、あれよね、北海。あ、じゃなかったっけ？北海道ではない。あ、じゃなかったっけ？ごめんなさい。なちみさん、どちらですか？お久しぶりです。
今日 Q シートをもらったのでちゃんとサイマル放送の話もします。 ありがとうございます。いや、ね、もうなんかいつも思い出せなくって。ちゃんとします、ちゃんとしますって失礼だよね。お願いします。はい、シュプリームさんこんばんは、チラカギの皆さんこんばんは、ジャスティン・ヒーホーです。いつもありがとうございます。ヒーホー、そういえばこの間なんだっけ、サンマの本間でか、はい、でワンピースの作者、うん、作者っていうの、漫画描く人、はいはい、出てて、はい、田さん、その人のお家に行くっていう、すごいあのなんだろう、あのエンターテインメントなお家に、なんかあので何子供が乗るような汽車ポッポーって、ちゃんとでも大人が乗れる、すごい4人ぐらい乗れるようなのあったりしてて、はい、そこでこのヒーハーの人誰だっけ、あの芸人さん、小杉さん、小杉さん、そうそうそう、その人も、はい、まあこのほんまでっかによく出る、まあ、レギュラーさんなので、それで行ってその話してたの、ヒーハーの、ヒーハーヒーハーをあの一発芸というかね、はい、このネタにしているのと、ワンピースのヒーハー、あれはなんだっけ、バターシ、バターシャ、バターシャ、あのおかまさんのね、あのキャラがいますね。そうそう、いて、はい、その人もヒーハーって言ったらどっちが先なのみたいな話をしてて、なるほど、もう奇跡的にほぼ同時ぐらいだったらしくて、なんかお互いに言われてたんだって、パクったんだろパクったんだろお互いになんかああみたいな、まあ、あのタイミングは確かに言われますよね。だから私もだからワンピース見て言ったのかなって思いながら、でもそうでもないみたい、すごいと思って。そうヒーハー、今ごめんなさいね、ジャスティン・ヒーハーがワンピースと小杉のヒーハーになっちゃった。キャンさん宅はクラブみたいらしいですよって、そうなの？あ、一応そう、宅っていうよりも僕の部屋だけです。部屋、あのあれがあるの？この間やったのをやってるの、お家で、はい、やったり、クリスマスバージョンの、いや、あのレーザー飛ばすのと LED 仕込んでるのとミラーボールも、いや、ミラーボールまではないんですけど一応 LED があのちゃんとマイクがついてて、あのスピーカーの音拾うみたいなので、音楽に合わせて光が変わるんです。すごいね、ピーターも自作しました。キャンサのお宅っていうお部屋、お部屋ムーディーなお部屋です、ね、それこそ、それこそバーになる一応実家なので、あの家はちゃんとしてるんですけど、ただちょっと庭の手入れが大変なもので、部屋が異次元の世界、異次元の部屋だけ変えてます。後半は告知タイムになりますね。はい、お願いします。でまたエンディングが流れる頃まではまたフリートークか、はい、ご動き動きなのまたご案内お願いします、はい、了解です。次もさっきのようにいきますので、うん、サイマル放送、聞ける方聞いてね聞いてね、ちゃんと案内できなくてごめんなさい、あの来週からちゃんとやります。来週からってもう1年超えてからそんなこと来週までは30か、そうだね、さっきのスポットをまたね、ウォーキングを受けなんでも見てくださいって、はい、そうですね、ご案内してもらえる、はい、誰が喋ってるの、ちょっと僕わかんないですよ、ゆみさんかな、6時40分になりそうなところです。ウィジューレディオタイム FM ギノワンから生放送でお届けしております、今日はですね、プライムコンセプトが運営する沖縄の観光まとめサイト、ウォーキング沖縄から
ライターのリエさんをゲストにお迎えしてお届けしております。では後半はですね、告知タイムということで、ちょっとまずはすいません、私の方から2つ告知をさせていただきたいと思います。こちらも毎週、お伝えしておりますが、祈りですね、上映会があります。世界は祈りで一つになる、サムシンググレートとの対話、祈りが上映されます。こちらですね、2月2日土曜日、沖縄市産業振興センターゆいの町で上映されます。上映が2回あります。まず1回目が2時半会場の3時上映、5時半会場の6時上映の2回上映となっております。2月2日土曜日、沖縄市産業、沖縄市じゃないですね、失礼しました、浦添市産業振興センターゆいの町、浦添市実着 4-13-1 です。3時の上映と6時の上映がありますので、30分前会場になりますのでよろしくお願いします。前売り券2000円、当日券は2500円になります。前売り券など、お問い合わせ、お申し込みにつきましてはハウスマザーへご連絡いただければと思います。ハウスマザーの電話番号をお伝えいたします。 080-6497-4810、 080-6497-4810、 ハウスマザーです。あと祈りということで、 Facebook でもイベントページがありますので、ぜひこちらからも、ご確認いただければと思います。ぜひ皆さんチェックしてください。私も行きます。私はちょっと夕方予定があるので3時上映に行きますので、よかったら皆さんご一緒にいかがでしょうか。ということで祈り、これはあの私の薬膳のメンバーのえっちゃんさんがさっき来てまして、えっちゃんさんからなんだろう、このえっちゃんさんから、差し入れもいただきましてありがとうございます。ぜひ祈りよろしくお願いします。はい、でもう一つお知らせです。ミセスジャパン2019沖縄大会です。こちらも毎週お伝えしておりますが、大会が2019年4月27日土曜日、6時から8時、会場5時半です。場所がパインツリーブレスティーギャラリア沖縄、こちらティーギャラリアの3階を全面貸し切りで行います。ミセスジャパン2019沖縄大会出場者募集ということで、実はあのエントリーの方を募集してるんですが、25歳から42歳のヤング部門と43歳から69歳までもうミセスであればいいんです。ミセスであればって、ご結婚現役の方ももちろん、あと結婚されてる経験があった方でも構いません。こちらも募集しておりますが、もう残りわずかとなっております、エントリー枠がですね。ぜひこちらまだ募集は間に合いますが、早めに気になる方応募していただければと思います。こちらですね、ミセスジャパン2019沖縄大会でホームページもございますので、ぜひこちらからエントリーシートもチェックできますのでご確認ください。 Facebook ページもあります。いろいろと露出をしておりますのでチェックしてもらえればと思います。応募締め切りは3月27日、1ヶ月前までですが、もしかしたらこの募集締め切り前には定員埋まる可能性がありますので、早めにご応募ください。あと協賛企業様も募集しております。協賛金が一口5万円からですが、なんといろいろ特典があります。沖縄のミセスを応援したいという企業の皆様、個人でももちろん構いません。企業の皆さんにはいろいろと特典をつけて、またウィンウィンなちょっと営業活動できれば、 PR 活動できればと思いますので、この企業様の募集に関してもミセスジャパン2019沖縄大会のホームページから、お問い合わせもいただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。ミセスジャパン2019沖縄大会は今年沖縄初開催です。地方大会ですね。でこちらから選抜されて、本戦が、北海道でありますので、ぜひこちらに出演していただければと思います。で
毎週これを話をしておりますが、私実はあの正式にというんでしょうか、まあ、応援隊としていろいろやっておりましたが、本日も ご報告させていただきましたが、ミセスジャパン2019沖縄大会の運営スタッフになりました。なので今以上に推します。で、あの企業様ぜひ私にでもご連絡いただければ、あのこの協賛についての特典もお話しさせていただければと思いますので、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。めっちゃ押してました、はい、よろしくお願いします。あ、まゆみさん、ミセスジャパン沖縄大会の告知ありがとうございますということで、まゆみさん主催、ウィズスマイル主催でウィズユーが一緒にやるっていう、ウィズウィズでなんかやりたいねって言ってたけど、結果なんかそうなったね。ウィズウィズコンビなんか今噛んだね。ウィズウィズコンビ、はい、頑張りますので、ぜひ、企業様の協賛の募集もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。ではこちらで、はい、はい、ちゃんとウォーキング沖縄の、はい、告知といいますかね、あのいろいろとお知らせもお願いしたいと思います。はい、それではウォーキング沖縄は沖縄の、専門の観光まとめサイトになります。コンセプトは沖縄を楽しく歩こう。いろんなところをね、やっぱりこう各地歩くと、私沖縄在住のリエというライター名なんですが、はい、在住者って結構観光地に行かないんですよね。ねえ、さっきのキャンプもそうなんですけど。そうなんですよね。でもまあこの、まあ、記事を書いたり調べたり取材したりすることによって、うん、沖縄の魅力ってやっぱここにもあるんだっていうのをたくさん見つけられるので、うん、私も書いててすごく楽しくさせていただいております。またその、キャラクターに人生豊かさんという方が、グローバルで活躍されている方がいるんですけども、うん、まあ、その方と一緒に取材に行ったり、私一人で行ったり、本日は来てないですけども、旅行好きのゆめさん、はい、2人で、まあ、体を張ってですね、取材をして、盛り上げていきたいなと思っております。はい、でまた、本日ですね、うん、記事を、今回のラジオ番組の企画と連動して、はい、アップしておりますので、先ほどご案内したポイント3の、そうですね、はい、地元のグルメを堪能するですね。はい、はい、こちらの方の記事で、挙げているお店、フィッシュテールさんという、宜野湾マリーナの敷地内にある、うん、はい、美味しい魚介類も食べれるね。なんか気にはなってたんですけど、うん、私まだ行ったことなかったので、ぜひぜひ、はい、見たんですけど、うん、いいですよね。ああ、すいません、何でしょう、急に失礼しました。私の iPhone シリちゃんが勝手に起動しちゃいましたね。起動しました、申し訳ありませんって。いいですよシリさん、すいませんね。はい、そのフィッシュテールを知らなかったんですね。そうかもしれない、そうかもしれないです。そこにね、はい、やっぱりこうやって記事を上げていただけると、うん、あ、はい、なんかあのやっぱりグルメサイト見ても、はい、あのそこまで詳しくなかったりとかするんですけど、うんうん、結構皆さんあの詳しく載ってるんですよ。はい、あのそんじょそこらのグルメサイトには負けません。私びっくりしました。はい、あの突撃取材だったり、うん、まあ、あの自分がプライベートで食べに行った時に、あ、ここすごくいい、もう取材にしちゃおうみたいなところもありまして、ね、はい、あの記事を更新しております。ね、こういう記事にしてくれるとやっぱり行きやすいです ね、 ですね。やっぱりあのちょっと外からわからないじゃないですか、うんうん、道にからは見えないので、はい、中に入っていくっていう意味では、はい、ああいう中の雰囲気とかなんかレポートしてくれる、出ると、はい、あ、行きたいなとか、はい、なんか行きやすくなる、はい、うん、そういうのありがたいです。ぜひ皆さん、はい、ね、チェックしてください。はい、本日の企画連動としておりますので、先ほどの5つのポイントも記事になっております、うん、ぜひぜひ見てみてください、うん、というところで検索なんですけども、はい、ウォーキングスペース沖縄もしくはウォーキング沖縄で1ページ目に表示されております、はい、ぜひ見つけてください、ね、よろしくお願いします。もうありがたいんですよね、このラジオと連動して、はい、うん、お仕事お忙しいと思いますが、いやいや、ありがとうございます。はい、もういろんな、なんでしょう、あの観光のこともそうなんですけど、こういったね、うん、ベイスターズの情報も、はい、もちろん結構細かく
あの記事に上げていただいているので、はいはい、もう何でしょう、なんとなくしかわからない私にとってはすごいありがたいです。あのいわゆるそれが何でしょう、あのちょっと言葉がおばさん臭くて申し訳ないんですけど、虎の巻、虎の巻、虎の巻ってなんていうキャンさん、あの 今風って言うとあれなんだけど、なんだろう、虎の巻、ちょっとすいません僕もわかんない、虎の巻なんだよ、おちきしょう。そう、虎の巻、参考書、参考書とも違うな、なんかそんな、そうそう、テキスト、ガイドブック的な感じで、ね、はい、あのベイスターズのことも知れるし、はい、沖縄の美味しいところとか、はい、あの綺麗な、ね、はい、景色とか絶景スポットとか、はい、そういうのも見れるの、見れるので、はい、ぜひウォーキング沖縄検索してみてください、はい、はい、またインスタグラムやツイッター、フェイスブックもさせていただいておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。そう、あのインスタもフェイスブックもホームページもございますので、はい、ぜひウォーキング沖縄ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします、はい、ツイキャスであの見ていただいている方にはキャンさんが貼り付けておりますウォーキング沖縄、こちらからチェックしてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。はい、大塚健二さん、虎の巻、私はジャストミートです、ありがとうございます。ちょっと他の言い方ないかな。ちょっと年齢がなんかね、ハウトゥーとかですかね、ハウトゥー、そう、そんなハウトゥーブックみたいな、そんな感じでかっこいいね、ハウトゥー、虎の巻がハウトゥー、ハウトゥー、そう、ハウトゥーブックです、はい、でお願いします。はい、今日もエンディング流れてきました。あっという間ですね、もう何気にちょっと野球の話題も楽しめるようになった感じです、はい、2回目ですが、お、ね、やった。これからまた楽しみですね、はい、そうですね、はい、ということで、今日のエンディングソングはやっぱり野球のことで、ファンキーモンキーベイビーズ、ベイビーのあと一つで、今日はお別れしたいと思います。はい、はい、でリアさんの次の出演は、はい、いつでしたっけ、2月の6日2月6日、2月のじゃあすぐ明けてからですね、そうですね、になりますので、ぜひまた次までにも、はい、あのいろいろ予習復習やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。皆さんもぜひウォーキング沖縄で、サイトチェックしていただければ、どちらとも連動しているので、はい、面白いと思います。2倍3倍と楽しめるので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、この番組はプライムコンセプトが運営する沖縄の観光まとめサイト、ウォーキング沖縄の提供でお送りいたしました。パーソナリティはヨギナオとミキサーのキャント、ゲストは沖縄在住のリエでした、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた来週です。バイバイ。虎の巻ハウトゥーか。虎の巻、もうなんか、うん、いや全然それに匹敵する言葉が出てこない。健二さん、パチンコやゲームだと攻略本って、あ、そうそうそう、そんな感じ、虎の巻よりそっちの方がいいんで。もうありがとうございます。スプリームさん、お疲れ様でした、来週は最初から聞きます。いや、いつもありがとうございます。もうこの皆さん聞いていただいてるおかげで、私も毎週楽しく放送させていただいておりますね。ありがとうございます。コメントいつも嬉しいです、ありがとうございます。まゆみさん、あ、ごめんなさいね、ちょっとコメント読んでないのがあった。ウィズウィズでよろしくお願いします。大塚健二さん、ゲストシリさん、びっくりした、本当にシリがね、起動しちゃいましたね。何を反応してんの。なんか、わからなくてすみませんみたいな、謝ってましたね。なぁ、みたいな、誰が喋ってんのかと思った、私のシリでした。焦りますよね。みたいな、何で反応するか分かんない。ウィズウィズナイスですって、ありがとうございます。お疲れ様でしたってことになりました、ありがとうございます。もう今日もずっと朝から着物です。そうですね、そう、時々ね、着物着て出ないみたいな、ちょっと、まあ、クレームというか、はい、いろいろお声もいただいているので、今日は、まあ、朝から来ているので、はい、
脱ぎませんでした。今日一回朝、そう、あの、まゆみさんの、番組10時半から、毎週水曜日10時半から、ウィズスマイルレディオ、はい、ゲストで出て、うん、あの、さっき今前市長と、あの、偶然お会いして、こちらで。1時間ちょっとかな、結構。いて、本当に偶然で、山内さんと打ち合わせのはずなんだけどいいよって言ってなんか座っててあすいませんって。でも結構面白い話が聞けたので、あの前市長が番組ね、あの2月から持つって言ってたので、ぜひ楽しみにしてください。多分告知はね、ご本人からまたアップされると思うので、フェイスブックでやるって言ってました。 そうで、それから沖縄そば、そう、花木屋に行って、初めて行ったの、なんだかんだ美味しかったです、はい、ね、そう、それから打ち合わせ兼ねてご飯食べて、うん、で一回お家帰って洗濯朝干してたので洗濯入れてお夕飯の準備して、そしたら山内さん脱がなかったのって、脱がないできるんですよ、ちゃんと着物でも普通、着崩れしないっていうのはいいですね。大丈夫です、自分で着れるからかなって感じです。はい、大塚健二さん、ウィズスマイル、私もレギュラー、ツイキャスコメンテーターです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まゆみさん、午前中楽しかったですね。本当にありがとうございます。では、この辺で、ツイキャスも切りますね。あ、急に生活感。生活感出さない方がいいかしら、私。最近、まあ、旦那の話してないけど。旦那ちゃんと元気だよ。大塚健二さん、いつもありがとうございます。ということで。では、ツイキャス切りますね。また来週よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。ぐち。